ね、どうしようかな。今一応ね、TikTok ライブもやってるんだけれども、でも8時ぐらいで終わろうかなって思った。8時前ぐらいに終わりまーす。ゲームに参加しようって。ゲームできるの？これ。あ、チームか。え？カラオケできるの？ TikTok ライブは。登竜？お楽しみ袋。あ、そういうことか。面白そう。すごい。カラオケできるんだ。すごい。ジョイサウンドが。でも、TikTok ライブは久々なので、あとさ、何時か分かんなくなっちゃうんだよね、あの時計が見にくいから。何のための幸せ。ユイチーンと、ユイチーって誰だ？17分。19時50分に終わろうかなとか思ってんだけど、一旦ね。スイカ、ソフトクリーム、ありがとう。わ、かわいい。これパンダちゃんにしようかな。
毎年日焼けねあんましないんですよ。だからね、あのこれは多分ここが白いのとここが白いので、あとこの電気も若干ありますね。暗さかな、暗さです。チーム名ミサノは、なんか TikTok ライブがいろいろ変わってて、ちょっとわかんない。どうも。時計はあっちにあるんだよね。TikTok ライブはね、やってんの今。わあ、いっぱいありがとうございます。パーカーのフード姿、インスタをフォローしてみてください。そうね、画質綺麗だけどショールームのが時差はないかもしれない、もしかしたら。いや、わかんないな。ギフトありがとうございます。ギフトじゃない、ハートミー、こんばんは、こんばんは。あと皆さん画面をね、この TikTok ライブの方は画面をこうやってトン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 ってしたらハートが送れるので、ぜひハートいっぱい送ってください。初訪問がいっぱい、なありがとうございます。なんで言ったかって、ショールームもやってます。何ナウ、何にもしてない、生きてるナウって感じ。本当に今日は本当に何もしてないですね。ずっと寝てました。寝てご飯食べて、ご飯も若干って感じ。最高でしょ。え、待って、アイスがいっぱい、ありがとう。アイス食べたい、アイス食べたいな。めっちゃ人いるって思うじゃん。ここさ、私友達ん家で朝、友達が朝お仕事に行っちゃったのね、超朝。
超朝お仕事に行っちゃって、私も何もすることがなくて、でもなんかちょっと荷物、昨日も私がねお仕事だったからさ、すごい割と大荷物なのだから、もう帰るのちょっとめんどくさくて、あ、これはそうだから、その子が飼ってるペットなんだけどもここにいるの、ここにねー、もう仲良くなりました。ペットいらっしゃって、インスタフォローしてありがとう。そう、同時にできた。コーギー、マナコーギー、ありがとうコーギー。何言ってんのとか言わないでね。次から次舞台でセリフ覚える大事、大変ですね。毎回ドキドキしてしながら出てます。お、すごい、何これ、TikTok ライブの皆さんはトゥ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 ンって画面タップしたらハート送れるんで、限界値までやってみてください。できるかなできるかな。ギフトありがとうございます、ペルちゃん会長さん。ごめん講義とか、ごめん講義はとか言っちゃった、講義、あの語尾講義にするのはちょっとあれかも語尾講義はちょっといないかも、割ともううちらで流行らせてこうっていうのも可能なんだけど、うさちゃん、うさちゃんだよ、だから喋らないの。でもずっと草をカリカリして走り回ってますわ。喧嘩しないで仲直りしよう。はいはい、おさあちゃんはいはい、素直視聴者がめっちゃ増えてる、ありがとうございます。そう、この TikTok ライブはね、タップをするとなんだ、タップするとね、そのおすすめに乗りやすかったりとか、そうだから新しい人がね見てくれたりとかするんですよ。だからタップよろしくとか言ってんだけども、これ何、あ、これ何、ちょっと押してみていい、え、パンダちゃんありがとう。横ゆうさん可愛いでしょ、このパンダちゃん。ちょっと待って、これさ、拍手とかできるんだ。ちょっとうるさくてごめん。
すんごいな。なんか自分でつけれるらしい音をっていうのを初めて知った。てかあたいが当分 TikTok ライブやってなかったからだと思うんだけどさ。あら草ありがとうございます。リンガリンゴリンゴリンガリンゲストさん、え待って本当にさ、どっち好きな方でいい？で逆にどっちがいいって感じ。なんかこっちはなんだろう、カラオケ配信があるからと思ってたんだけど、こっちねショールームだけどさ、 TikTok ライブでもカラオケ配信ができるようなんですよ。ゆうやさんソフトクリームありがとう。アマナザウルスさんありがとう。コーギー暑いよね今日ね。皆さんちょっとマジで水分取ってこ、私も水分取ってくるから来るからって来るんだけどさ、こっちはコーギー投げれるんよってありがとう。こっちはコーギーないしな。アイスないかな勝手にあさって仲いいんで大丈夫ですけど。やっほー。スイッチもさ、スイッチもしようと思ったの。でもやめといた。 TikTok はね、なんかさ、クジラとか見たことありますか？クジラがさ2000コインぐらいであるんだけど、なんかムーンってこの辺泳ぐの。なんかそう、面白いギフトが多いんだよね。これどこで見れるんだろうか。あ、なんか押しちゃった。パンダじゃなくすることもできる。なんかさ、動くやつとかどうやってわかるんだろう。これかな、このなんかパーティーマークみたいについてるやつが動くのかな。みんなに見えてるかわかんないけど、甘い思い出。うわ流星群とか絶対綺麗じゃん。うわ何、ありがとう、お疲れ様。パンダちゃんありがとう。みつきさんハートミーありがとう。山野光一さんバラありがとうございます。マナザウルスさんお疲れ様ありがとうございます。なんかさ、動くやつちょっとさ調べたくないじゃない。確認じゃない、ちょっともうさ、これ私ちょっと TikTok ライブ慣れてなさすぎて。すげえリズミカルなクマとかある。めっちゃ気になるめっちゃ気になる、これリズミカルなクマ。降り注ぐ笑い。
クレーンゲーム。クレーンゲームでさ、これさ、なんか取れるよってことかな。なのかな。なんか私が言ってるの一回。このクレーンゲーム。なんか。宝、うさぎ。宝、うさぎ、スポーツ。みんなの。オムライスさん、サイさん、園長さん、マナちゃん、ユウさん、園長さん、アメさん、つむちかでさん、オニオンナイトさん、オムライスさん、地球さん、ひでじろさん、くにさん、ゆうやさん、アルプスの牧場さん、初見あきさん、オムライスさん、オニオンナイトさん、アメさん、ゆうやさん、横井推しさん、モッサンさん、ちくわ豆腐さん、ベルちゃん会長さん、小花子さん、きよしさん、すけさん、あのねさん、あのねさん、くまちゃん、ありがとうございます。すけさん、愛媛のカープ男子さん、ありがとうございます。ギフト。はじめまして、こんばんは。はじめまして。髪切るか迷ってんですよ、今すごく。そう、すごく迷ってんですよ。黒髪ロングヘアか。そう、黒髪ロングヘアも私好きなんですよね。で、近頃やっぱこう伸びてきたから、あのこのこれ、この宿毛ストレートパーマをかけようと思って。で、ストレートパーマかけると時に、その後に切るとなるとちょっとこうなっちゃったりするから嫌だなぁと思って。だからもう少し、なんか今ねこの辺なんだけど、もう少しこの辺ぐらいまで伸ばしてから切るか、それかこの辺までバスって切っちゃうか迷ってんだよ。まあ、どうせ外ハネにするんだろうけどね。そう、でもあと暑いのよね最近。もう髪の毛が邪魔で邪魔で仕方なくてだからっていうのもある。だから切りたいなって思った、すごく。みたいな、もうめっちゃ暑くてさ、本当に。黒は黒なんだけど、黒はね絶対黒。あとはもうその私なんだ、朗読劇にも出るんですけど、朗読劇で切ってもいいのならって思うんですけど、それもそれでどうしようって思ってる。
もうでも最終決定権は結局ね、吉田と宇多田とかにねあるんですよね、いつもね。このままちょっと伸ばすか、今切るか悩んでんだよねとか言って、そうだから結局そのストレートパーマを早くかけたいから、ストレートパーマをかけてその後切るっていうのはちょっとめんどくさいから、いつもねこう一緒に切ってストレートパーマかけてってやるんですけど、そうだな、迷うな。なんかでも自分のことを一番分かってくれてる人に客観視して決めてもらいたいんですよ私。そうだからみんなにも聞くし、でも結局一番その私がどういうのが好きで、どういう髪型が似合って、どういう私生活をしててっていうのを知ってるのが宇多田と吉田なんですよ。多分家族よりも知ってるぐらいの、いや家族ぐらい知ってるっていうか、もはやもう家族みたいな。そうだからウルフみたいにしたくて、この辺まで切って、でこの辺をもうガーってウルフみたいにするのも可愛いかなってすごい思ったんですよ。でも最近はちょっとね、もうねおしゃれっていうの、おしゃれも好きなんですけど、なんかユニクロのワンピースとかそういう、なんだろう、もう何にも柄がなくてっていうのが好きなんですよ最近。なんて言うんだろう、なんかもう清楚みたいな、ちょっとお嬢みたいな感じの、物静かそうみたいなやつを、ていうかワンピース着てることが多いですね最近。なぜかというと楽だから楽だから。そう、それだとね黒髪ロングとかのアレンジしがいもあるし、わかんないになっちゃう。好みついに分かんない。私ね好みが自分で分かんないんですよね。でもあのだいたいストリートかあのお嬢って感じの服かな最近は二択みたいな、その二択みたいな感じだけどさ、そうだからあんまり最近ねお洋服を買ってないです、もはや。あ、ワンピースいっぱい買う最近、最近というかワンピース買いましたね最近も、ピンクの可愛いお気に入りのやつ。まだインスタに載せてないか、インスタに載せます。オフの日はもう本当にこんな感じ、 T シャツにそれこそデニムとか、そう、みたいな。ゆうやさん、にゃお、ありがとうございます。 Thank you。 ファンクラブ作りたいなと思ってて、そうちょっと進んで、ちょっとずつ進んできたのでね、皆さんにちょっと意見を聞こうと思って、来週月曜日から AKB 縛りカラオケイベントってミサ参加します。あ、もうね参加してんだ実はそう
私だから私好みの服って言えばワンピースかなって感じ。ワンピースもね結構いろいろ持ってるんですけど、そう最近は清楚な感じのワンピースを着てますね。ファンクラブできたらみんなは入ってくれるかい？バラありがとうございます。 MR さん、もう本当にその日の気分って感じ。私の場合例えばその最上級に可愛いのとか踊ってるインスタで踊ってるような服をもう大好きだし、ダボダボの T シャツとかを着るのも好き、大好き、お腹出しも大好き、けどワンピースも好きって感じ。そうでもなんか分かんない、分かんなくていいと思う、正解だと思う、私も分かんないもん。でもまなちゃんとかは普通にインスタで私の服を見てれば、あーオッケーこういう感じねみたいな。でも意外とね私高いとなと思うんですよね。いろんなのを着ちゃうとか着たくなっちゃう、自分の可能性を広げたくなっちゃうんで。そう、私がそういう店行かないか、私もそういう店行かない、ちょっと緊張しちゃうからちょっと緊張しちゃうから行かないわ。あのね私なんだっけな、あそこワンオーンデイみたいな、 OWNDAY みたいな、なんかブランドなのかな、セレクトショップなのかな分かんないけど、そこのワンピースがすごい好きでね、この前買ったんですよ、可愛くて。あとユーナのとこのお洋服も好き、なんだっけちょっとすごいど忘れちゃった名前を、ユーナのとこのダズリンの服もめっちゃ可愛いと思う、けど私があんまり着なさそうな系統だからこそあんまりお店には行かないかも。あと結構さああいう系統の女の子って最近多いじゃん、なんか花柄ふわふわワンピースみたいな。でもなんかそんな花柄ふわふわワンピースなんてさあんまり着ないからさ可愛いなとは思いつつ、あとユーナが着てるのがいつも可愛い、全体的に。そうそう、ユーナとかユーユーが着てるお洋服がめっちゃ可愛いと思うから、そうダズリンのワンピースとか割と好きだなって思うけど買ったことないです。なんか花柄なんだろう、そのなんかいっぱいいろんな人が着てるよみたいなやつはあんまり着ないかもしれないです。そうちょっとお水取ってきて、お水取ってくるっていうかもうさ終わりの時間程度です。エース入ってなかった。
かぶりたくないっていうのもあるし、かぶりたくないっていうか、なんだろう、ミスターちゃん可愛いから何着ても可愛いですって、俺ちんそんなの俺ちん、可愛い、何それ、そう、じゃあそろそろ終わろうかしら、私ちょっと TikTok ライブから終わるわね。それでは皆様ありがとうございました。ランキング10、ま、6位までしかついてないから6位から言いますね。6位つむじかぜさん、5位下村徹さん、4位ひずなさん、3位ゆうやさん、2位オムライスさん、ミスさんのは1位横湯さんでした。はい、ありがとうございました。また配信で会いましょう。バイバーイ。ピッ。